公道で客を乗せた自動運転タクシーの実証実験が世界で初めて東京で始まりました。自動運転タクシーはスマートフォンのアプリでドアを開けて乗り込み、目的地を設定するとハンドルとアクセル、それにブレーキは自動で操作され目的地に到着します。実証実験では片道1500円で大手町から六本木の 5.3 キロの区間を走りました。予想以上に乗り心地がスムーズだったのにびっくりしました。急に割り込まれるとか割り込まれそうになるとか、そういうシーンでは、人がちょっとハンドル持ったりとかちょっとブレーキが強めにかかってるとか、そういうところがあるんで。公道で客を乗せての営業走行は世界で初めてです。将来は完全無人の自動運転を目指し、ドライバー不足の解消につなげる狙いです。